平安宮ブラックイン後工場大代,代理事図。左がブラックイン。関演三年、森幸康書者。ブラックインは、平安京弟代理の院の一つ、朝廷の共演に用いられた施設である。ブラックとは、和訓、豊の明かりであり、宴会を意味する。ブラックインはその名の通り、共演施設として、平安京戦と直後、大代,代理の成長である、長道院の西側に隣接して造営された。 地方を築地で囲まれ、南に正門であるブラック門を構えていた。新滑祭り、大城祭の縁のほか、正月計が、設営、謝礼、教王などが行われ、聖殿であるブラック殿には天皇列席の際に興行座が置かれた。朝廷の機能が徐々に代理へ移行するに従って、朝廷の共演は死神殿で行われるようになり、その地位を低下させていった。 10世紀には廃墟同然の様であったと言われ、1063年に全焼した後、再建されることはなかった。1987年から1988年にかけての発掘調査により、ブラック殿の遺構が確認され、緑釉瓦などの遺物が出土した。遺構は国の史跡に出土品は、 重要文化財に、それぞれ指定されている。跡地とされる京都市中京区樹落周り西町には、史跡平安宮部落土の跡石踏みが建てられている。2015年度には発掘調査によって、部落殿の規模が確定し、平城宮の第二次大極殿と一致することから、道殿の移築と推測する説が生じている。平安宮部落殿出土品京都市高校資料館、展示。 ありがとうございます。